やってきました。ノーズダイブチャンネルの3回目です。朝活ですね。まあまあぶりですね、うん、まあまあぶり、2週間ぶりやな。テペです。はい、というわけで改めまして、はい、ノーズダイブチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日行く海をご紹介してもらおうかなと思ったら、何食うてんの？トロサーモン。鮭ハラスであれ。というわけで、まあ、うん、あの今日はイラゴ。イラゴ。イラゴ。愛知県。愛知県。愛知県ね。イラゴロングビーチ行きます。いや、なかなか行かんよ。はい、遠い。関半。渋いわ。ここから大体250キロぐらいでしたかね。遠い。うん。3時間。じゃ、いや。3時間。あ、7。超えるか。ぐらいかな。うん、って感じです。うん。安全運転で行こう。まあとりあえずゆっくり出発しもってね。うん。じゃあこれあの室内灯つけてたらちょっと怒られますんで。じゃあ行きたいと思います。設定が映りにくいですけど行きまーす。しばらくぶりの。しばらくぶりやな。麦茶取ってくる。麦茶。うん。久々の朝活ということで。うん。まあ、めっちゃ楽しみです。うん。波は？波ある？なにね、今日で、うん、桃越セット腹、今日の、うん、で、行くみも同じぐらい、うん、で、両方良かったんですけど、やっぱ四国遠いんで、うねり届くポイントが、うん、都の方がまだ届きやすいんで、さすが研究してますね、うん、急遽ですけどね、決まった。そうなんですね、もうほんまに今日の今日で決まりまして、うん、まあ予定が合う合わんがあるんでね、こればっかりはもうしゃあないんですけど。そう、ちなみに今日ノーズダイブの穴の企画何やったんですか？これもともとね、もともとやる予定やったんですよ。考えてたんですよ僕。ただね、あの見てくれてる方言ってるかな、まだね再生数そんな伸びてないですけど、今日も言わないっていうね、あの後ろにおるてっぺい君が上げてくれとる動画でね、あの企画どうでもええって言われまして、ね。あの考えてたんですよ一応、2人にね、やってもらおうかなと思ってたことを、心折れましたよね。次回に回そうと思ってます。まあ別に、うん、このボードゲームじゃなくて、うん、ほんま室内トレーニングの動画をねそろそろ2人に撮ってほしいな思って。だがっていうのも、NSA っていうサーフィン検定NSA4 級取るって言ったから、うん、そのために何をしてんのかを知りたかったの。4級っていう目標ができたってことは逆算して何をしなあかんのやと、はい、で目標があるってことは計算できますわね、うん、どうしていかなあかんのってやってんのかなって思って、何をしてくれてんのかなって。この前ね、もうてっぺいがね、休日皆さん何してますと声かけた後、自分の休日のスケジュールをね、はい、言うてたんですけど、はい、あの飯食うとゲームして YouTube 見て寝るって部屋トレは。びっくりしたよ俺、愕然としたよ。いや皆さん、そんなたまの休日にどうですか、海行ってますか？週末サーファーってでも、まあ、どっかこう削って。そうやねんな。でだからやっぱそれもあって充実した週末になるじゃないですか。だから海に行くこと自体は別に疲れへんし、そうそうそう、全然苦じゃないかな、うん、そう楽しいからいいんですけどね、あの疲れは取れてへんわね、むしろ疲れてるまである。帰ってから仕事したりしますよね。そうなんですよね。もう頭回ってないですよ。なんでもその次の週末をモチベーションにしてみんな働いてるから、わかる、めっちゃわかる。それ永遠にできちゃうわけですよね。そういう時に限って前の磯子の会みたいに波がない。そう、ほんまやったら今日もね、もうイクミかイラゴかっていう、なかなかえげつない二択なんで。いや、ある？ある大丈夫多分。いや、とりあえずまず波がなかった場合はもうちょっとね、てっぺいさんにどないかしてこの動画を一個の動画として成立させてもらいます。だって待って、はい、みんな波ないって何を思って何にないって言ってるの？ちょっと噛んだからもうええんちゃう。向こう見に行く。
波どうなんですかね、これセットモモ。ノンスタイルチャンネル。ございます。ノーズダイブチャンネルです。これは皆さんどうでしょう。あるんですか。来た。いつもの。膝ももっていう話ですけどね。ってな感じで、今年3回目の朝活ですね。はい。はい。まず一つ謝罪しなければいけないのが。あの三脚の受けの部分忘れまして、ハンド撮影です。何やって風はない、行くのね今日は。そうなんですよ、なんでブレがすごいかもしれませんが許してください。今日は目標を決めてやっていきたいと思います。はい、じゃあその目標を言ってください。10回立つ10本乗るってことですね。まあ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 、今始めた。目標は人それぞれですからね。はい、てっぺは、はい、僕はですね、この波でも頑張ってちょっとワンアクション当てる、うん、ワンアクション当てるというのは具体的に、まあなんちゃってオフザリップをしたい、おー、意識してやって、オフザリップ今ちょっとすいません、簡単に手でいいんで説明してもらっていいです。こう波に対して割れてきましたのところの力利用していた。今日は楽しみます。はい、ほんなら準備体操してから、十分に体ほぐしてからね入ってください。まだ3月で寒い時期なんで。体ほぐしました。ほんなら3回目の朝活、行ってらっしゃい。開始。はい。初めて見る方はね、左の赤い板持ってんのがザキ、右の白い板持ってんのがてっぺと覚えてください。この2人ですね。こっちザキ、こっちてっぺですね。おっとザキが。10本目の1本来ましたね、早速。あっと、いやでもいい、目標の10本のためのね気合い入れた1本目、朝一発目ようやってくれた思います。だいぶね外の気温も穏やかになってきて、日中19度ぐらいまで上がるんちゃうかっていう感じになってきましたね。ポイントはここです。平泳ぎ来てはる人は分かるかな、この岩が見えるしかな。あ、でも言うてまだね、砂浜の方は寒いですわ。まあ今日はそんな波高ないんでね、危なくない。で、インサイドあたりなんで近いんでね。ザキが、お、2本目早速来たな。今回ザキ行くね。ええやないの。優雅ですね。来るねえザキよ。モーさんも行ったやん。てっぺいの目標は今日オフザリップっていう技というかを決めるそうなので、てっぺいの方もね注目して追っていきたいと思います。高いなあの2人。ザキはいいやん、ザキ。4本目かな、これ。今日はね、またあの、てるちゃんが来れてないんで、寿司用で。決定は？てるの方がね、ちょっと塩で来れてないんですけども、次来れたらね、ぜひ3人が入ってるで撮ってみたいですね。15分過ぎたとこだが、ピート決定が。2人とも行った。ザキこれで5本目かな。やっぱね、小さい波でも取って進めたらすんごい楽しいんでね、カーテンで。まだまだ上手くない俺らからしたら乗れるだけで楽しいんだけどね。どうなんでしょう皆さん。ちょっとあったかなってきて、また続々とサーファーの方が入ってきてますよ。やっぱ皆さん、お、ザキが。ザキ今日入った。ちょっとおかしな体勢ですね。
ハイプレスで来るなと思ったけど、設定が不調かな。設定が行ったね。まあ今多分オフザリップっていうのをしようとしてしくったんやと思います。約1ヶ月ちょっとかな、1ヶ月ちょっとぶりに海に来たんで、前月からね、設定のテンションが上がりに上がってて、ね、今日はあの生海海岸って言って高知県に行くか、この伊良湖浜っていう愛知県の方に来るか迷ってたんですけども、生海海岸の方がねちょっと雨やっていうことでね、撮影の関係もあって、じゃあ伊良湖にしようかと。伊良湖浜はそんなことない、愛知県はあの晴れとは聞いたんでね、そっちにしてくれと、まあ半ば無理やりですけど頼みます。よかった、反逆ない状態で、おー2人とも来るでよこれ。設定が行ってるだけもいて、おー初めて2人で立ったんじゃん。もうちょっとやってほしいけど、一応ねあの30分に1本ぐらい上がってこようかなと、まあ、撮影の関係も含めて言うてたけど、あと10分やけど上がる気あんのかなあいつら。ないやろな、多分は上がってこないと思います。1時間ぐらい入ってから上がってくると思います。三脚忘れたみたいな。いいねザキ、ちょっと初動見逃したけど6本目かなの動き出したな。設定がいった、ノーザイルのね朝活がほんまに朝活なんで、時間に余裕があるわけじゃないんでね、 2,3 時間入って昼頃には地元に着きたいっていう、大阪に帰りたいっていう、あれも2人とも来たな。設定ですね、ちょっと乗り切れてないな、どうしたんやろ。設定がザキも、ザキいやないよ、動いたけど、おーいい、まあ当たったんですけど、オフザリップとは言ってない。さあ2人とも動くかな。ザーキーなん、あー乗れるんかな思ったけど、思った以上に叩きつけられた感じになりましたね。ノーズダイブしてくれたかな。あ、寒ないわ、ええ天気やわ。2人で乗ったね、2回目の共演やな。さあザキはどうしたことやら、もう早速上がってきたんで、ね、ザキは40分守ったんかな。お疲れっす。はい、お疲れさま。休憩楽しい今日は。まあてなわけで今ザキがちょっと休憩中です。はい、4本ですか。4本ぐらいかな、3本4本。ちょっと横に走るをちょっと次の目標に掲げて2ラウンド目入ります。はいはい、つまりダミーに乗った瞬間に横に流れていく絵が撮れるのかと。そういうことですね。さあ鉄平が動き出したぞ。いいよサーフィン。さあ鉄平がこの波に対してアプローチできない。かなり波選んでますね。おっとまさかのタイムタイムかかるのここで。めっちゃ笑顔や。何も乗れてい, い笑顔。はい、第1ラウンド終わって上がってきました。休憩中ですね。ノーズダイブチャンネルです。はい、前半第1ラウンドではねザキは6本から7本ぐらい立ったんじゃないかなと。だけね。そう、ほんで鉄平がねあの波を選んでるそうですね、一丁前に。申し訳事態になってます。
まあまあ第2ラウンドでね頑張っていただけたらいいんですけど、第2ラウンド入る前に第2ラウンドの目標を言っといてもらいましょう。まあザキは引き続きそれを立つっていうのと、あとはおそらく自分では肘がだらんとなってるから、手を上げるイメージで、はい、っていうのをちょっと立った時にね僕も注目して撮影していきたいと思います。てっぺは引き続きオフザリップ狙って、はい、ちょい当て目指して頑張ります。それではノーズダイブチャンネル第2ラウンド始まります。してたのウインナー。ん？何？唐揚げさんです。あ、唐揚げくん。ですからのロスアンジェラス。